ちょっと待っててね。はーい。さーくーま。はい。今はシェアしてまーす。桜の絵文字。いいんじゃない。どうですか。オッケー。オッケーですか。なんかさ、ルーちゃんのさ声が異様にちっちゃいんだけど、私だけ。え？聞こえますか？聞こえる。めっちゃちっちゃく。え、なんでだろう。音量マックスなんだけどな。充電してる。ファンの皆さんは聞こえますか？聞こえますか？聞こえるって。あ、でかって声出てきた。嘘。え、なんでだろう。ね。こっちは普通よって。なんでマックスなんだけどな。うーん。まあ、いっか。聞こえますか？聞こえますよ。おお。よかった。あれコメントのあれ違うんですよね。コメントの層、え、コメント一緒なんじゃない？違うのかな。え、どうなんだろう。お互いはっきり聞こえるよって。よかったよかった。なんならボリューム大きいよ。たまにコラボするとどっちかが聞こえにくくバグ起こるだって。うん。あ、コメント違うよって。コメント違うの？それぞれ別ですらしいですよ。え、寂しい。うん、そうなんだ。おいじゃ。こんばんは。こんばんは。違うんですね。部屋ごとに違うんだ。あ。今さきさんルーム、あ、ルカ映ってるんですか？映ってるよ。おお。こんばんは。ちくちびるの色を濃くします。はい。あ、こっちはさきさんの声が少ない、ちっちゃいのかな。え、そうなの。うん、完璧。はい、仲良くなったきっかけだって。なんだろう。え、全然覚えてない。な、え、うん、いつからですかね。え、でも結構前からずっと仲いいよね。うん。だってルカが初めてサキさん、あ、話した先輩がサキさん。嘘、そうなの。あ、違います。話しかけてくださったのがサキさんだったんですよ、先輩で。今まで。そうなんだ。はい。初めてその話しかけてもらったっていうのがさきさんで、もうね、一生忘れないです、ルカは。え？私すぐ忘れちゃったよ。いや、まだ研究生の時の、うん、なんていう番組だったかな、番組、ま、なんていう番組だったかな、ね、ハマカーンさんの番組。あー、わかった。偽。偽アイドルみたいな。偽アイドル？取り締まられるやつ。あ、そうです。取り締まられるやつの時に、うん、まだルカ研究生一人だけで、うん、最初劇場で、リハ、劇場で、その、集合のなんか撮影、うん、劇場で撮影するってなって、うん、楽屋に、うん、椅子が、ベンチがあるんですけれども、はいはいはい、そこに座ってたんですよ。うん、で、一人で、なんか本当にもう緊張して、目合わせれないぐらいだったんですよ。うん、で、そのベンチをたまたま、通りかかったさきさんが、うん、なんか、もう何でも聞いてねって今日、わかんないことあったら何でも聞いてねって、それ多分ね、そのことだったんですよ。そう、なん、そう、もうとにかく安心する言葉を、さきさんがかけてくださって、うん、もうそれでもうめっちゃ、めっちゃ緊張がほぐれたんですよ。よかったです。で、さきさんがずっと一緒にいてくださったんです。その、う
あ、そう、美浜の特番前の番組、うんうんうん、で、そう、イナゴのつくだ煮とかも食べた。食べた、懐かしいね。さっきさん、まだあの時高校生、中学生ですか？高校生、でも全然覚えてない、いつだったかな。ね、なで、それが、まあ、きっかけで、うん、でもやっぱチーム違うじゃないですか、研究生と、うんうんうん、さっきさんのチームね。で、いつですかね、フラストレーションの時とかもう仲良かったでしたかね。よかった、確かに。だってルーカイとか話してたのがもういつからか分かんないもんね。うん、確かに、うん、懐かしいな。ね、なんかルーちゃんがめっちゃ緊張してたの覚えてるわ。はい。もう一人でなんかもうお地蔵さんみたいなさ、固まってさ。もう今とはもう160度違う人で、うん、ルカが。だから本当に緊張してました、あの時。うん。よく一人でさ、入ったよね、あの中。いやもう、びっくりしましたよ、もう。うん、なんかあの色も分かれたじゃないですか。そうだね、4色、4色で対抗戦みたいなやつでしたよね。そうそうそう、4チームで、うん、難しいなね、待って、うん、確かに160度っておかしいよね。あれ360度って言ったつもりなんですけど。180度だよね、360度一周しちゃうし。あ、180度だ、180度ですね。そうです、微妙な角度。面白い。あなたよ、あなたが面白いよ。あ、名古屋ドームの前で撮りましたね。ん？名古屋ドームの前で撮ったの覚えてますか？なんか足つぼかける椅子取り合戦みたいな。撮った。懐かしい。懐かしい。ああいうの最近やってないね。やってないですよね。うん、懐かしいですよ、前がね、うん、そうで、ロケバスに乗ってたんですけど、うん、あの一番覚えてるのが、あの隣の席がエゴさんだったんですよ、その座席も決まってて、うん、で、あのエゴさんが いて、その焼肉弁当だったんですね、ご飯が、うんうんうん、で、その時にエゴさんはあの上のお肉しか食べなかったんですよ。うん、だからすっごいストイックなんだと思って、アイドルってこんな感じなんだと思ってびっくりしたのを覚えてます。え、なんかさ、うん、なんか赤チーム、なんか可愛いチームだけさ、うん、なんか焼肉弁当みたいな、あ、でしたっけ、で、なんかうちらなんか違いましたっけ、なんか一番後ろだったの、紫のチームが、うん、なんかすごい全然回ってこないしさ。バスの中でも撮られてましたよね、なんか、うん、ユナナとエゴシとルーちゃんと誰かだったよね、うん、いや、ルカ違います、ルカでしたもん。そうだ、緑、ルカ緑で、赤は、うん、誰がいたか、あ、木本香奈さんとか。そうだ、ユナナがめっちゃなんか可愛いねっていう、うん、あれだった気がするわ、はい、懐かしい。ねえ、絶対おにぎりだった気がする、うん、焼肉弁当食べた覚えないもん。あ、でもルカもナイクもそんな豪華だったイメージないかな。ねえ、めっちゃ質素にさ、うん、使われてた紫。あ、そうだ、で、得点が多い順とかじゃなかったですか。あ、そうだそうだ、得点がなんか懐かしいな。うん、懐かしい、うん、酸っぱいそうめん食べたわ。あ、さきさん食べてました？もう死ぬかと思った。あ、違う、酸っぱいそうめんじゃない、あれだ、センブリ茶のそうめん、センブリ茶なんかそうめん早食いみたいな、ルンさんと対決したもん。うわー、あー懐かしい。なんかあのバケツとかありましたね、バケツとかも、そうそう、激辛とかもやってたよね、うん、レジャーシートとかも、うん、からもありましたね。懐かしいね。それぐらいから、うん、
話しましたね。そうだね、うん、だからもう仲良くなって3年とか経つんじゃない？そうなんだ。うん、マジか。録画したのあるって言ってくださるファンの方もいるわ。おう、そうなんだ。すごいね、あんな前なのに、うん、確かに、うん、懐かしいな。美浜もやってないもんね。うんですね、美浜、うん、美浜ですよね。去年なかったっけ？あれ、去年からないんでしたっけ、美浜海遊祭って。おととし？おととしかかな、確か。マジか。うん、そうなんですね。おととしだね。え、ここ3年の SK 音なので美浜未体験です。そうなんだ。そうなんだ。でもそうですよね、やってないから。うんうんうん、マジか、うん、あるんだ。やりたいね、美浜、うん、やりたい。ゆるちゃん、美浜何回出た？やるかは2回。2回、2回かな。もうさ、リハーサルがさ、なんかすごかったくない？はい、なんか、あ、なんか懐かしい。チーム K2 がさ、うん、もうなんかアホなのか何なのか、みんなサングラスかけてさ、サングラス、帽子、マスクみたいな、うん、確かに K2 すっごい変な集団だったもん。もう日焼け対策もバッチリで、うん、扇風機の前争奪戦だよね、あ、衣装部屋の、もう本当にもうやばかったですね、履けた瞬間も、うん、もうみんな扇風機とか。でも扇風機も限られてるじゃないですか、うん、だからもうね、もう夜ぐらいがなんかちょうどいいですよね。ね、夜やっとなんか呼吸ちゃんとできたもん。そう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 、昼暑すぎてさ、うん、みたいになってたよね、みんな。え、さきさん何回経験しましたか？3回とか4回かな。ええー、一番最初の方は選抜しか出てないもんね、確か。え、そうなんですか？確か。え、確か。うん。そうだったんですね。うん。多分ね。やりたい。ルーカイライブしたい、ルーカイライブ。しましょう。ルーカイライブしたいな。北川さん戻ってきてくんないかな、SKE。本当に。毎回聞きますよね、ルーカイ撮った時に。SK いつまでありますか？いつまで休業してんの？うん、でもいつも戻りませんって言われる。もう卒業しちゃったから、うん、ね、やりたいね、うん、水着ファッションショーとかあったわ、美浜、懐かしい。出ましたか？出た、幻だな。でもその時、もう私が出た時はなかったです、それは。あ、そっか、うん、そっか。え、それが恒例みたいな。そうそうそう、ファンの方も楽しみにしてたよ、めっちゃ毎年。あ、そうなんだ、うん、それもなくなっていっちゃったんですね。うん、いえ、りょうちゃん今ポコちゃん配信してるよ、だって。え、そうなんですか？来てくれないかな。3人でコラボしたいよね、うん、ここにさ、携帯1個あるからさ、ポコちゃん開いたら勝手にコラボになるかな。なりますかね。あ、でも顔出てない気がする。あ、そうなんだ。多分りょうはさん顔出てないわ。あ、音声だけってことですか？音出てないな、うん、なんでだろう。あらまあ、出てないわ、びっくりした。あ、ヨハさんだ。今やられてるんだ。やってるみたい。いいよ、
バンされそう。バンされるよ絶対。来てる、バンされそうってコメント。バンされるからやめとこ。やってるんですね、りょうさんも。うん。別の場所で。ポコちゃんに行っちゃったよ。ポコちゃんって名前かわいいですね。ポコちゃん名前かわいいよね。ポチャッコみたい。確かに。ポコちゃん。ポコちゃん。ポコちゃん。なんか最近いっぱい電話しましたよね。したね。めっちゃ電話したね。さきさんと、うん、気づいたらもう1時間ぐらい経ってましたよね。確かに。昨日？確かに。あ、一昨日だ。一昨日か。その前もしたもんね。うん。うん、よくそんな喋ることあるなって思うけど。うん。喋ることあるもんね。あるんですよね。あるもんね。いっぱいあるもんね、うちら。うん。いっぱいある。うん。うん、ルーちゃんのランキングとさきのランキング違うんだ。そうなんだ。あ、そっかそっか、コメントも違うから。ルーちゃんのアイコンあるの？ルカはこれですよ。あ、なんかピンクのやつです。ピンクの子もいます、ね、なんかピンクの LL みたいな。あL じゃない、R だ。 RR。 それです、それです。 R なんですけど、これルーが描いたの？はい。書いたんですけど、ちょっと書き直したいんですよ。なんでなんで？なんかもうちょっと、うん、なんか、ゆるキャラみたいな、うんうん、感じにしたかったんですけど、うん、そう、ピンクのゆるくまみたいな感じだけど、目こんな。そうなんです。だから、まあ、いっかと思ってできちゃったもんは。うんうん。え、さきさんありますか？ない、作ってない。あ、そうなんだ。そう、なんか作りたいって思ってたんだけど、そういう時に限ってさ、なんか、ないの、イベントが。ああ。確かに、確かに。でも、いろんなアバターありません？あ、ポンポンプリンかわいい。うん、なんか、どこでもらったのみたいなやついっぱいある。うん、なんかまたゆるキャラ作る機会あったらいいな、アバターね、やりたいね、うん、いいなって思いますけど。よっ。さきさん今日も可愛いですね。急に？ありがとうございます。井上さんの方が可愛いですよ。はい、そんなことないですよ。いや、もうほんと世界一可愛いですよ。宇宙一可愛いです、さきさん。こうやっていいか。じゃあ、銀河一可愛いです。はい、銀河来ちゃったか。じゃあ、銀河。銀河と来たら、はい。火星一可愛い。ちっちゃくなったかな？ちっちゃくなった？あれ？あれ？銀河の次なんだろう？なんだろうね。宇宙の次が銀河？わかんない。早くルーカイもしたいですね。したい。新年会しようねって言ってるもんね。うん、そうなんですよ。あの、年末会、忘年会は、さきさんの、あの、誕生日会？うん。した時に忘年会も一緒にしたので、次は新年会ですね。ね、新年会しなきゃ。したいな。ね。いつできるかね。うん。でもさ、ルーちゃん家でお泊まり会しようって言ってたよね。ああ、それもなんか話してましたね。でも今コロナ怖いからさ、ルーちゃん家安全じゃない？うん、安全っていうか。あ、ですかね。ホームパーティー？うん。ウーバーイーツパーティーしよう。したい。したいな。ルーちゃんヘビーユーザー？ヘビーユーザーで何ですか？うん、いっぱい使ってる？ウーバーイーツを。いや、全然。ルーちゃんタピオカ頼んでるイメージある？あ、でもタピオカ頼みました。最近は頼んでないけど、でも自粛期間中とかは、うん、タピオカ頼ん
思いましたし、うん、一番最初に頼んだウーバーイーツはクレープでした。え、めっちゃ美味しかった。クレープとかさあるんだね。あるんですよ。へえ。マック頼んでなかった、トルーちゃん。あ、マックも頼みましたそのイメージある。そう、メンバーが結構前に泊まり来た時に、うん、あのウーバーイーツ頼もうってなって頼んだんですけど、なんか今のウーバーイーツって、うん、あの普通の料金プラスサービス料みたいなのがついちゃうんですよ。だから、うん、だったら普通のお店で買った方が良くないってなって。確かに。そうなんですよね。こちらが安いもんね。うん、で、ルカが今気になってるウーバーイーツが、はい、あの、なんだったっけ、あの、鳥、なんだったっけ名前、ブロッコリーと鳥肉。鳥？え、これ知ってる人いるかな？めっちゃ食べたいんです。今一番食べたいやつなんですけど。鳥？そう、鳥とブロッコリーしかないやつ。あのヘルシーなやつ？あ、そうです、ヘルシーなやつ。ああ、なんか YouTube で見た気がする。そう、 YouTuber の人がいっぱい食べてるんですよね。なんかダイエットにいいみたいな。あ、そう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 です、そうです。なんかタンパク質も取れるみたいな。うんうんうん。あ、なんだっけ？なんの名古屋にあるの？あ、あるんです。調べたんですよ。え？食べたくて。そうなんだ。はい。な、あの、なんかそのソースも胡椒で食べるみたいな。ソースもあったかな、マヨネーズ。ね、なんだっけ、シーター、なんだったっけな、なんでしょう。それがめっちゃ食べたいんですよね。美味しいのかな。うーん、いや、どうなんですか。でも美味しいって言ってたので、ウーバーイーツもう食べて。究極のブロッコリーと鶏むね、鶏むね肉、それ、それです。そう、究極のブロッコリー、うん、食べてみた。究極のブロッコリー、え、そうそう、それそれめっちゃ美味しいんです、それが。食べたことないんですけどないんかい。めっちゃ美味しいって聞いた頃食べたいの、うん、と思う。それ食べましょう。食べよう。食べたい。究極だよ、楽しみ。うん、究極。え、さきさん、ウーバーイーツしますか？した。この間事務所で、はい、なんかなんだっけ、10月4日なんか12周年公演の2日目、うん、に何にも出番なかったの。1日目で終わっちゃったから、はい、うんうんうん、2日目暇で、でも他の仕事があって事務所行ったら、うん、なんか同じ人がいたの、2日目暇っていう。ほうほうほう。だから12周年公演を携帯で見ながら、うん、UberEats で韓国料理頼んで、サトカホと、うん、アーヤかなと3人で UberEats しながら公演見てた。え、最高じゃないですか。最高だったよ。新人な韓国料理？韓国料理。わー、ヤンニョムチキンとか？そう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 。初めてあれ食べた。なんか、ラーメン、なんかチーズみ、チーズめちゃかかってるラーメンみたいな。あれだ、ラッポギ。あ、ラッポギ、ラッポギ食べた。いや、辛くなかったですか？辛かったけど美味しかったそうなんだ。うん、美味しい、絶対美味しい。韓国料理食べたい。食べたい、食べ行こう。え、行きましょう。なんか行きましたよね。あ、そうだ、ゆきさんとさきさんとルカで一回行きませんでした？収録前だった気がします。それとかあるよねの収録前に、なんか本当はサンドイッチをさきさんとゆきさんが食べる予定で、うん、で誘ってくださって一緒に行ったかも。そのサンドイッチがなかったから韓国料理食べませんでした。サンドイッチから韓国料理ってなかなかすごいしかも昼とか、うん、そんぐらいで、あ、行ったわ、匂いめっちゃつくみたいな。うん、言ってた気がするもん。そう、そう言ったんですよね。うん、で、その前日に、うん、もう3人でご飯食べませんでした？だっけ？パンケーキ食べました。前日だったから違うかもしれません。でも、ルーちゃんがメンバーで一番ご飯行ってるかも。うん、ルーちゃんか、アイリか。そうかも。ルカもサキさんか、同期か。なんかうちらさ、すぐ行くもんね。うん。うん、え、なんかルーちゃんとさ、何食べたいみたいな話よくするじゃん。はい。で、いつ行くって言ったら、ルーちゃん大体、じゃあ今日っていう。
そうなんですよ。うん。時間があるときに。ね。行きたいと思って、ね。ちょっと前、ちょっと前でもないか。結構前か。でも行ったもんね。12月も。急に。行きましたね。うん。急に行くかってなって。うん。懐かしいなぁ。ね。うん。美味しいものは世界を救う。何食べること多いですか？ラーメン？ラーメン食べてるイメージ、さきさん。食べてる。ラーメンか韓国料理が多いかな。韓国料理食べたいな。食べたい。じゃあ次決定だね。ね、うん。なんかウーバーイーツで美味しい韓国料理の店見つけたよ。ここでは言わないけど、はい、めっちゃ美味しかったの、そこの。あ、そうなんだ。うん、あれ食べたいんですよ。韓国料理ってチキンあるじゃないですか。うん、そのチキンについてる大根。大根、あのついてるんですよ。大根とサイダーが絶対ついてて、チキン頼むと、うん、そのなんかあのやっぱチキンとかってなんか失敗、漬物の大根みたいなのを食べてすっきりしてまた食べるみたいな。チキン、キムチ食べたい、うん、あ食べたい、はい、この間電話した理由だってハニーレモンソーダ読んだよっていうあれだもんね。あ、はい、そうですよね。キュンキュンした。めっちゃキュンキュンした。うん、少女漫画、少女漫画最高。ルカがその少女漫画ハマったのもさきさんきっかけなんですよ。そうですね、うん、なんか中1まで見てたけど、うん、でもそこから本当に一冊も読んでなくて、うん、で高2とか高3とかになってさきさんの漫画の話聞いてたり読みたくなって自分もちょっと買って、そしたらハマっていったみたいな。案の定ハマってくれたよ。ハマりましたね、完全に。うん、そう、そうなんですよね。そうなんですよね、うん、漫画をねたくさん読んでますよね。読んでますね。えさきさんって漫画の記憶って抜けますか、うん、読んだら、一回読んだら。抜けるかも。携帯でも漫画読むからさ。携帯で買うってことですか？買ってない。無料で見れるから、なんか1日1話読めますみたいな。そうなんだ。そう、だからそれをめっちゃ読んでるから、何読んでるか分かんなくなっちゃうんだよね。でもそれってすごい、なんかいいと思ってるんですよ。あ、本当ですか？だって漫画って、はい、なんかやっぱり、その、一冊、ま、何十冊も買うわけじゃないですか、ハマると。うん、でしかもそれをワンシリーズ読んで他のやつ読むとその1個前のシリーズ忘れちゃうから全部新鮮な気持ちで読めるんです。新しく買ったみたいな気持ちで、ね、それが私はすごくいいと思ってます。すごくいいと思ってますか？はい。そう、それが神派なんですよね。うん、神派。うん、なんかネットで見てよかったやつを紙で買う。ああ、試し読みでできるやつとか。そうそう、ハニーレモンソーダも最初携帯で読んでたもん。そうなんですか。そう、なんかファミリーレモンソーダって漫画もさきさんのすすめで知って知ったんですよね。あね、そうそう、しかもそのハニーレモンソーダ の, あの作者さんが熊本県出身で、おお言ってたね。最新話にも熊本の話出てきてたんですよ。うん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 、そうだからね、ちょっとそれも親近感湧いて読んでますね。え、これさ、ルーちゃんさ、左側にいる自分が。はい。私も左側だ。あ、じゃあ本当はこうか。こういうこと？どういうことだかな？できてんのかな？急に始まる宿舎タイム。合ってますかね？ね。逆？え？こっちか？こっちなんだ。これでいいの？え、今、さきさん合わさってます？ハート。
うん。ルカも。やったー。みんなスクショして後で送ってください。送ってください。あ、会ってみようって。はい。はーい。すごいね、こういう感じなんだね。うん。ねえ。めちゃみんな褒めてくれるじゃん。あ、本当ですか？ね、あれしましょう？何？質問コーナー。いいよ。質問待ってます。2人に？あ、2人でもいいし、個人個人でも OK。 ありです。来る質問が違うもんね、交互に読んでこう。じゃ、はい、あ、確かに。お待ちしてます。お待ちします。じゃあ行きますね。はい。熊本に行こうの会はどうなりましたか？あ、ルー会の元はといえば、ね、熊本に行く会がルー会っていう名前だったんですよ、ね、そうなんですよ。ルー会の目的が、うん、そう、熊本旅行。そう、なんかあれだよね、 J ファミリーとか須田会とかそういうのじゃなかったよね、うん、最初は。そういうのじゃないんですよ。ただ熊本旅行に行こうっていう会だったよね。いや、もうそう、そういう、うん、感じで決まったんですよね。ね、でもコロナ流行っちゃってるから。うん、確かに。しかもあれだけど、2年前とかですよね、その目標立てたの。確かに。めっちゃ前だね。はい。じゃあなったんですよ、ね。まあコロナがいつ落ち着くかわかんないけど、うん、でも絶対行くもんね。絶対に行きます。るーちゃんが案内してくれらしいので、まあ、いつか3人で行きます。はい、いや本当にもう任せてください、熊本なら。うん、はい、楽しみね。楽しみ。質問ありがとうございます。ありがとうございます。次、はい、どうぞ。お互いの好きなところ一つだけ。一つだけ、一つだけ。うん、あ、うん、ありますよ。はい。さきさんは、うん、たくさん人がいても大きい声で笑うところ。そこ？それにつられて笑っちゃうんですよ。確かに。なんかさきさんってあーじゃなくてあーみたいな。ねえ。でもう一気に楽しくなるんですよ。うん、その場が。確かに。で、はい、いつも面白いな。自分で笑うくせにさ、静かにして。そうだ、そうなんですよ。そう、それがいいとこです。面白い、ね。はい。ゆーちゃんの好きなところは、真面目に言うとアイドルに一途なところかな。もう超アイドル。本当ですか？いい子、本当にいい子。はい。はい、ありがとうございます。いえいえ。嬉しいですね。はい、次さん。やばい、どっか行っちゃった質問。ルー会に新メンバーは入りますか？もう。どうですか、井上さん。やっぱりそのルー会っていうのも、うん、そういう新メンバーとかもそういう問題じゃないじゃないですか。そうですね、そういう問題じゃないですね。でもさっきも言ったように、まあ、スギチルとか、うん、とか、そういう、なんだろう、あの追加とかじゃなくて、うん、そう、熊本旅行で旅行行こうっていう感じで、うん、かとさきさんとりょうはさんで決めた会なんですかね。会、うん、なのでそういうのではありません。ありません。はい。そうですね、はい、ルー会はルー会って感じですね。もうルー会は3人のことをルー会って言うんですね。あ、そう、3人のことをルー会って言います。はい、っていうことです。はい、そういうことです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ次、あ、お二人で行きたいところある？ご飯以外で行きたいところ？はい、二人でご飯以外？
なんだろう。ルーちゃんをなんか愛知県の有名なとこに連れてってあげたい。行きたい。なんかまあ車持ってないからあれなんだけど、なんていうの？なんかさ、その名古屋市内じゃ基本的にいるのって、うん。だから名古屋を飛び出して愛知県内のなんか綺麗な景色とか、あ、行きたい。有名な場所に行きたいなって思ってます。あ、いいですね。うん。行きたい。愛知県のこともっと知りたい。行きたいよね。うん。うん。はい。って感じです。はい。じゃあ、次。はい。あ、次、さきさんだ。はい。はい。あれ、ルカ言いました？あれ？私、あ、ん？あ、私か。さきさんかな？じゃあ、10期生で気になる子は、いっぱいいるな。正直わかんないよね。なんか、うん、みんな気になる。ですです。あんま喋ったことない。なえですよね。うん。なんかあの接する機会もないですよね。でも、うん、だって会わないもん。ですよね。あなんかあのアンダーとか。うん、あのそのコロナでそういうのも なくなっちゃいましたくない。そうだね、公演一緒に出るとか本来ならね16人公演で休んだ人のとこに研究生の子がアンダーで入るからね。そうでもコロナとかなかったら今頃めっちゃ仲良くなってますよね。そうだろうね、うん、ですよね、うん、でもなんかゼロポジうん、にその10期生ゼロポジがあった時に、うん、なんかみんなのこと初めて知った感じなんです、中身を、うんうんうん、その時にあの青木りかちゃん、うん、関西弁の子がなんかめっちゃ面白かったんですよ。なんかもうツッコミできちゃうんですよね。そうなんだ。かあ、さきさんと同い年かな。あ、そうなの。わかんないですけど。あ、そうなの、うん、結構大人メンバーで面白いんですよ。だからなんかあやっぱ関西人だなって思いました。うん、ま、もっとなんか話す機会欲しいですよね。そうだね、合わないですよね基本的に。うん、合わないかも。うん、ですかね。え、青木りかちゃん同い年なんだ。あ、同い年なんだ。やっぱり知らんかった。うん、一人乗りツッコミできるレベルって。そうなんだ、うん、私あの子かな、西井美桜ちゃん。あ、全然喋ったことないけど、うん、なんか昨日成人式とかやってて、うん、可愛いなって思ってる。あ、言ってましたね前も、うん、確かに喋ったことないんだけどね一方的に喋ってみたいなって思う子はその子かな、特には。 あとあの子ミーナン、ミーナンっていうその林美玲ちゃんと杉山奈々ちゃんのコンビ名、ミーナンっていうらしいんですよ。ちっちゃい子二人だよね。うん、かわいいですよねちっちゃい子。かわいい、かわいすぎる。次次次ワン次ワン、あ、あ、最近面白かった少女漫画って何ですか。ちょっと待ってくださいね。はい。最近面白かった少女漫画か。え、いっぱい、日々見てますよね、さきさん。そうね、日々見てるね。なんだろうな。どれが好きだったかな。ルカは。ルカは。あ、思い出したエピソード。はい、いや、あの、うん、流れ星レンズって漫画知ってますか？あ、知ってる知ってる。流れ星レンズっていう漫画がめっちゃ好きだったんですね。うん。で、それは熊本で10巻まであって熊本で見てたんですよ、全部。うん。で、名古屋に持ってこようとして、うん。1から 5巻まではあるんですよ、うん、名古屋に。
って、その6巻から10巻までがなくて、うん、お父さんが絶対にどっかに隠してると思って、うん、で、そのめっちゃ前の話なんですけど、そのめあの家に帰った時も、そのなくて、うん、で、でもお母さん、あ、お父さんがわざとどっかに隠して、それを言わないんだと思って、そしたら最近思い出したことがあって、その流れ星レンズっていう漫画を、その、友達が見たいって言われて、うんうん、6巻から10巻まで貸して持ってったんですね、学校に。うんうん、そしたらそれが先生にバレちゃって、うん、で、没収されたんですよ。で、帰ってきてないんですよ。うん、え？っていうのを思い出したんですよ。やばいじゃん。はい。で、友達も覚えてたんです、その話を。うん。だから、そう、お父さん疑いすぎちゃったなと思って。ごめんね。うん、そう、そう、そうなん、そうなんですよ。ええ。っていうエピソードを最近思い出して。怖いね、それ。はい、本当に。確かに。ガチ話。ガチ話。返してもらってください。はい。あった一個めっちゃ好きなの。一回漫画サロンでも言ったことあると思うんですけど、うん、I love you baby っていう。かわいい名前。なんかもう絵が半端なく可愛いの。物語ももちろんだけど、本当絵が本当にドタイプ、うん。白黒ですか？うん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 。すんごい光っちゃう。え、かわいい。めっちゃかわいいよね。かわいい。そう、これめっちゃおすすめ。いいですね。完結してるしね、もう。I love you, baby. I love you, baby. おすすめです。はい。続きまして。うん。続きましてね。続きまして。二人でやってみたいユニットは？ああ。二人か。何がいいかな。何だろう、何がいいかな。うん、ファンの方逆に見たいやつとか。隣のバナナ、あ、かわいい。衣装もかわいいし。衣装かわいい。ブレモンですよね、うん、あれめちゃめちゃかわいい。かわいいのがいいかな。え、やったことあります？隣のバナナあるよ。え、かわいい。そうなんです。チカ子とやりました。そうなんですか。そうなんですよ。あ、禁じられた2人一回やりましたよね。やったやった、懐かしい。懐かしいですよ、これは、うん、青春ガールズ公演やっちゃってました。なんかさ、リハーサルでさ、はい、なんか歌うじゃん、そりゃ、うん、じゃあなんか、サキさんが歌うまいですって。そうそう。あの、その、リハーサルの時に歌声って聞くじゃないですか。そう、初めてだったもんね、あの時は。うん、そう、初めてですよね。そう。で、ユニットって、やっぱり一人一人の声が全部聞こえるし。うん。そう、うまかったんですよね。なんか音量調節とかもさ、するからさ。うん。なんか、いつも、その、公演で出してる、何？声よりもさ、大きかったりするじゃん、リハーサルのが。確かに。だからなんか。そうそう。そうなんですよね。そうやって言われたのめっちゃ覚えてるわ。あ、本当ですか？うん。あ、確かに、狼もいいね。あ、狼とプライドいいですね。うん。あ、ハートの独占権いいじゃん。あ、いい！いいね。かわいい、もう、あの曲。ね。うん、やれたらいいですよね、どっかで。うん。じゃあ次は、あ、SK に入ってなかったら何してる？じゃあお互いのことよ。はい。あ、何してそうかですよね。そう、ルーちゃんは SK に入ってなかったら多分、うん、めっちゃモテてたと思う。え？なんか年上同士に、うん、なんかめっちゃ好かれてそう。守ってあげたいみたいな。
モテそう。どうなってたんだろう。だって想像できないな。さきさんは、うん、もう超真面目に書き物を毎日してる。書き物？もうジムとかスーツ着て、うん、で集中モードの時はさきさんメガネになるんですよ。はい。でもう話しかけちゃいけないオーラ。はい。出てるぐらい集中力がその会社の中で人一倍すごくて、はい、うん。で一つ結び。で気合入れる時はさきさんはメガネして一つ結びするんですよ。はい。でそれでその書き終わって全部その作業が終わった時に、うん、メガネとその結んでるの外す瞬間をあの男子とか女子が見てるっていう。なるほどね。そうそう、うん。ギャップがあるってことですね。そうそうです。なるほどね。ルーちゃんはほぼさんやってそう。ん？ほぼさん。ほぼさん？うん。保育園の先生、幼稚園とか。ああ、それ憧れでしたなるの。でもルーちゃんもさ、はい、結局なんか子供みたいじゃん。大丈夫かな。ね、でもなりたいは言えるけど実際なってみるとどうなんですかね。だってみんなの前で歌ったりするじゃないですか、うん、保育園の人先生とかって。そうだね。とかその絵本とかも、うん、リアクションとかしなきゃいけないじゃないですか、うん、そう考えるとその保育園の先生ってすごいなと思って。確かにピアノとか弾けなきゃいけないしね。あ、確かに。しかもピアノ弾きながら歌うじゃないですか、うん、だからすごいな。確かに、うん、やってみたい。バイトは？バイト？なんだろうな。でもあれ電卓打ちたいです。レジちゃんずっと言ってるわそれ、はい、レジのレジ打ち、レジ打ちしたいです。でもいい、ね、クレーム入ったら怖そうだなって確かに思います。さきさん何したいですか、バイト？私は人と関わりたくないから。ああ、はい。なんていうの、その対面で、うんうんうん、対面のバイトが嫌だからはい、なんか裏方やりたい。あ、きっちり。でも今のルカもそうです。やっぱり今は人前に出てるお仕事だから、うん、逆に普通にバイトするって考えたら、もう人と接さないお仕事一緒じゃん、やってみたいなって思います。わかる。なんか今が表でやる仕事だから、そういうのあるよね。ちょっと裏で支えたいみたいな、うん、そう、もし生まれ変わったりしたら、うん、いいね。確かに、なんかひたすら文字打つ仕事とかでもいいもん、これ、うん、でもいいよ。じゃーん、はい、いい音出てきた。iPad についてるんですよ。あ、今 iPad からしてるんですか？そう。ルーちゃんこれ欲しいって言ってたよね。言ってました。なんていう名前ですか？なんだっけ、なんかルーちゃんさ、これ写真撮ってさパパに送ってなかった？撮りましたよ、写真送りました。でも今ないってことはそういうことなんですよ。ああ。じゃあ、ルーのサンタさんに頼もう。はい、絶対頼めます。めっちゃいいね、安かった気がするけどね。しかも iPad がパソコンってことですよね、要するに。そう、文字打つときにこれで打つ。いい音。でもこれ Bluetooth で今つなげてないから、うん、あ、つなげたらできるってことですか？そう、このさ、それ普通のパソコンよりもいいですよね。あ、でも使いやすいかも。これここでオンにして、うん、こっちも Bluetooth つけたら全然使える、うん、めっちゃいい、この音がいいよね。あ、音いい。あ、いい。音いい。これバリバリ使える人いいよね。うん。こうやって。うん。見ないで打てる人とかなりたいの。え、絶対、もう、世界中にめっちゃいますくないですか、そういう人。うん、いいな。でもルーちゃんタイピング得意だもんね、はい。え、得意です。すごいな。でも、まだ、これじゃないんですよ。まだ、こんな。うん。こんな感じだから、うん、なんかそのパソコンってあの両手で打てるようになんか人差し指のマークありません？なんかちょっと線が入ってる。はい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 。そういうので一回してみたいな。わかる。うん。じゃあ次ルカ紹介してもいいですか？はい、どうぞ。私は、はい。あ、
らです。ん、パンです。何それかわいい。ずっと欲しかったんです、このうん、このパンがガチャガチャで、で今まで出たパンが、はい、あれ、あ、当たった。今まで出たパンが、1回目で出たパンがこれです。おー、美味しいやつ。ホカチバッタースティック、はいはいはい。で2回目に出たのがこれだったんですよ、アップルパイ。あ、はい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 、リアルじゃないですか。リアル。で、でもルカこれ欲しかったんですよ。うん、でも一番はなんか超なんとかっていう、これは国産小麦って書いてあるんですけど、うんうんうん、本当は超なんか他のがあるんです、もう一個上の段、上のランクの食パンで2番目のランクの食パンが出たんですけど、うん、でこれが出た時も本当に嬉しくて、うん、これ開けれるんですよ多分。そうなの、使えるの。はい、開けるじゃないですか。で、それで、はい。取り出せるんだ。あ、これだった。はい。柔らかいですか？柔らかいです。プニプニ。めっちゃ楽しそう。プニプニで、こなせるっていう。めっちゃファンの人が食べれるのって言ってる。はい。いや、食べれません。こちらは食べれないんですけど、こういうのめっちゃ好きなんですよね。ルーちゃんガチャガチャしてるイメージあるわ。あの、ミッフィーのさ、ガチャガチャ。あ、ミッフィーも、めっちゃします。ミッフィーのガチャガチャとか。でも100円玉めちゃめちゃあるからやりたい。はい。いや、でもハマったらハマるんですよね。うん。ガチャガチャ。そう、あんなに匂いはしないですね。なんかスクイーズ、あ、はい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 、な、パンパンって言われたらパンでもないか、うん、今すごいあれなんだけど、ディスコ中なんだけど。え、そうなんですか。これさ、どっちもがさ、あ、そういうこと、ミラーボールか。そう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 。え、だからまだですよ。あ、これあれなんだ。同じタイミングなんですね。あ、そうだね。一緒かと思ってた。すごい、こっちだけすごい。こっちの画面で見たら、ルーちゃんもう、こうやって、いやいやみたいな。こうやって。あ、来た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 、イエーイ、イエーイ、イエーイ。来ました、さきさん。よっ、私も今なってる。ありがとうございます。よっ、よっ。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。ソーラン、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 ヨイヨイ、ヨイヨイ。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。誰が投げてくれたか見るからね。見ました、今ありがとう。いや、でまだ名前呼べないんですよね。うん。でもちゃんと毎回見てますよ。誰何やってくれたとか。うん、見てます。見てます。早く呼べるようになるといいですよね。ね、悪いことする人がいるから呼べなくなるもんね。うん、そうなんですよ。うん。うん。ディスコなのに阿波踊りになってるよって。これ確かに。え、さきさんやってそうこれ。よく公園でやってる。あ、本当に。歌売りじゃないとこでふざけてやってる。え、今度しようるかも。うん。同時に投げた。あ、なってます、なってます。ちゃん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 。よっ。よっ。よっ。あ、来た来た。来た、ミラーボール。いやー、さあさあ。同時に投げたんだ。よっ。ほっ。面白い。テンション上がってきちゃった。ありがとうございます。すごい、どっちも投げてくれたなんて。優しい。またなってるよ。え、嘘。踊んなきゃ。ちゃんちゃかちゃん、ちゃんちゃかちゃん、よよよよ、あ、これ何よ、これ何よよよ、あ、ありがとうございます。これ何一体。
ミラーブームありがとうございます。ありがとうございます。え、またなってるよ。え、そうなんだ。よよよよよすごい、あと30秒もある。え、すごい。まだなってますか。何それよ。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう今日はミラーボール祭りだね。あー来た、イエーイイエーイ。でたまたま、あ、でたまたま、ミラーボールすごいんだけど、すごい量、ありがとうございます。ありがとうございます。もう何踊りですかってなってるもんね。ね、またなってるよ。え、またなっちゃった。じゃんじゃんじゃん。あ、来た。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。待って、すごいよ、トータルでん11個ぐらい来てるもん。ありがとうございます。もうすごい創作ダンスの時間だったよ今。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、もう本当に心から嬉しいです。嬉しいです。ね、はい、平和だなって書かれてる。平和です。楽しかったです。はいはい。えさきさん、TikTok とか見ますか？めっちゃ見る。え、ファンの皆さんで TikTok 見ます、見ます？何見るの？どうなんだろうね。でも、うん、特に男性の方とかは、ゲーム実況とか見てそう、YouTube とか。ああ、確かに。うちらよりさ、よくさ、カップル TikToker とか見てるよね。うん、あ、見ますよね。なんか癒される。うん。癒される。うん。見ます、見ます。しかも、あと、ドッキリとか。見てるとか書いてあるわ、結構。ん？押し行きは見てるよって。あー！押し行き見るよって。あ、たまにって、あ、全く見ない人もいるんだ。料理とか見ます。あ、料理とかも最近めっちゃ見てる。私もめっちゃ見る。自炊動画めっちゃ見る。あ、見る見る見る。なんか最近、あ、いいなと思ったのが、うん、なんか同性カップルのお弁当作りで、うん、そのオムライス作るときに、うん、やっぱりそのオムライス卵の上にケチャップ乗せると、あの蓋したときについちゃうじゃないですか、蓋に、うん、だからその卵、ご飯の上にかける卵の間にケチャップをかけて。見ました、それ。見ました、見ました。え、ラップの、あ、ラップです、ラップ、ラップに卵、ケチャップ、ご飯でくるってやって、くるってやって、ピョンってやって、ピョンってやって、そう、見た、見ました。おすすめ出てきたもん。あ、おすすめ出てくる、よく、うん、とか見て、あ、めっちゃそういうやり方あるんだとか思ったり。確かに、うん、めっちゃ面白い。しかもなんか30秒とか20秒で見れるじゃないですか。うん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 、だからめっちゃいい。うん、あれ見てたらほんと何時間も時間過ぎるもん。うん、ね、るーちゃんもう1時間配信してるよ。え、本当ですか。うん、もう8時、もう8時です、今。え、ちょうど、ちょうど8時です。いやー、いやー、びっくり、マジか。いや、でもミラーボール祭りとかすごかったね。ね、びっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。るーちゃん今あれだもんね、大富豪イベントやってるもんね、はい、あ、そうなんですよ。そう、大富豪のイベントさせていただいてるんですけど、9時から10時までが、はい、なんかすごいもう戦う時間、一生懸命なので、はい、さきさんが今日7時からしてくださってありがとうございました。いいえ、またしましょうね。
しよう。あ、次、あれ、しましょう。チョコ食べましょうね。ん？チョコ食べましょう。あ、食べよう。買いに行こう、ちゃんと。はい。今日二人とも用意できていなかったので、うん。次やるときは、食べれたらいいですね。そうですね。はい。今さ、大富豪ってさ、うん、何？その CM のやつやってるの？はい、CM のやつだけですかね、イベントは。ちょっと今からログインしよう。ルーちゃんデッキ作るわ。それで終わろう。はい、優しい。ちょっとルーちゃんのやろう。ありがとうございます。今回ちょっと何もうちやってないから。はーい。ルーちゃんのカードある気がする、いっぱい。やりますか？うん。よいしょ。ルーちゃん、そう、ルー支援する。支援、支援ってほどじゃないけど。頑張れってやる。ありがとうございます。でき、カードを入れるだけでいいみたいです。全部ルーにすればいいもんね。あー、ありがとうございます。なんか前里加穂とかさ、はい、チカ子がやってる時も、うん、やってたから、なんか里加穂のデッキもチカ子デッキもある。すごい。ルーちゃん、ルーちゃん、あ、ルーちゃん星4だけないわ。星4だけない。難しいですね、さきさん。いやー、助け合い、助け合い。シオンだけないが、あとは全部入れたぞ。うん。さすがにアイコンは持ってない気がする。アイコンあれですよね。ガチャするやつですよね。うん。ガチャは本当に全然出てこないです。今のやってるガチャとかも。なんとありました。ルーちゃんのガチャ、ガチャじゃない、アイコンありました。ハロウィンの時。でもなんか、サケポンのときめきでしたっけ？それです、今。え、じゃあさっきも、称号を。なんか、称号もルーちゃんのときめきにしたし、ルーちゃんをアイコンにしたし。うん、優しい、さっき。できた。ルーになった。かわいい、ありがとうございます。ありがとうって書いてある。あ、そっか、一言メッセージも表示されるんだ。そう、 ありがとうございます。いいえ、頑張ります。え、これ星音のルーちゃん出したいな。はい、ちょっとこの S 推しガチャとか出たらやるわ。はい、あ、S 推しガチャとか確かにいるかも、やんなきゃ、うん、出た。楽しみ。じゃあちょっと頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。いい感じ。かわいいな。それ、ポーズ決まってますもんね。うん、決まってる。めっちゃ指定されるよね。しなきゃいけなかったんですよ。そう。楽しみだな。はい、頑張ってね。あ、ありがとうございます。ルーちゃん今1位じゃん。あ、そうなんですよ。すごい、しかもダントツじゃん。ファンの方のおかげで。すごい、ありがとうございます。何これ。あ、そっか、最初のやつで予選に通過しとかないとダメなんだ。あ、そうなんですよ。でもだからもうみんな、うん、もう当選してる、うん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 、がするんですよ。で、枠が少なそうなとこに、うん、あの立候補したんですよ。なるほどね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またなんか自分がやる時があれば自分も頑張りますか。はい、私も応援します。今月は井上さん応援しますね。はい、ありがとうございます。イエー。はい、じゃあ頑張ってね。はい、ありがとうございます。イエイ。またしましょうね。またしようね。じゃあ、はい、皆さんまた配信するので、その時は見に来てください、はい、見に来てください。1時間10分ぐらいかな。ありがとうございました。ありがとうございました。
バイバイ。あ、最後にミラーボール来た。ラブラブ。キュン。ラブラブラブズッキュン。ズッキュン。ズッキュン。ありがとうございました。あ、まだ来た。ラブラブラブ。あ、来ちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました？はい。じゃあ。ありがとうございました。ありがとうございました。切ります。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、るーちゃん。バイバイ、はい。ありがとうございます。あの、皆さんもバイバーイ。ありがとうございました、皆さん。バイバーイ。バイバーイ。あ、終わったかな？あ、まだ、まだ見えてますか？皆さん。見えてますか？見てくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また見に来てください。さきさんとさきさんのファンの皆さんもありがとうございました。